今から30数年前にですね、ニューヨークに立ち寄った時に、たまたまあるギャラリーの、ショーウィンドウに明治時代の印籠が並んでたんですね。で、非常に美しくてですね、日本ではそのないような、高級印籠でして、それをその場で3個手に入れたのが明治工芸収集の始まりです。花鳥図だったと思うんですけど、その後ですね、もっといいものがたくさん手に入ったので、最初にコレクションした3点はですね、もうすでに手元にないんですけれども、まだ数えたことはないんですけど、インドだけでもですね、2000点ぐらいはあるかと思いますけど、美術館で展示できるレベルのものとそうでないものもありますので、なかなか何点と言われてもよくわからないんですけど、数千点あるんじゃないかと思いますね。私個人的には花鳥図とか、絵画的な作品が好きなので、工芸品もですね、海外平面的に、日本画にしろ、洋画にしろですね。ですけれども、立体に縦横、そこまで使ってですね、絵画をその立体的に描かれているような、蒔絵作品であるとか、金工作品が好きなんですけど、狩野夏は京都で生まれて、京都で、育った人ですけど、もともとですね、日本画家としても、本人は日本画家になるか、あるいは、金工の道に進むかですね、迷ってたようなところがあったと思うんですけれども、京都画壇でも、非常に有名な中島蘭生の弟子なわけですね。で、中島蘭生の、弟子として、有名なの川端玉章ですけど、狩野夏は川端玉章とほぼ同時期にですね、中島蘭生の弟子になっているわけです。で、ただその川端玉章の方が先に市場で評価されてですね、で、先を越されたこともありまして、それで狩野夏は日本画の道を諦めて、金工一本に、絞って、ただその京都はお公家様の町ですから、刀装具の需要ってのはあんまり多くないわけですね。で、需要の大きな江戸に出ることを決めるわけですけど、20代半ばでですね、江戸に行って、そこで非常に高い評価を受けて、海外の万国博覧会なんかにもですね、出品重ねてですね、提出議員としても、制度ができて、最初の年に、金工で、提出議員になった人ですけれども、一言で言えばですね、品格って言いますか、狩野夏生はですね、という日本独特のその美意識を、金工作品で表現した人だと思うんですね。で、というのは、空間全体を装飾せずにですね、大きな空間を装飾せずにそのまま残しておく。で、例えば隅の方に花とか蝶々を描いて、あと、何も描かない大きな空間を残しておくっていうのは、日本独特のね、美意識だと思うんですね。で、西洋でも、中国でもですね、大概画面いっぱいにその装飾するのが普通なんですけれども、欧米人の家に行けば壁なんか所狭しと、壁中に絵がかかってるのをご覧になられた方も多いかと思うんですけど、日本人みたいにですね、空間を、生かすかという、その辺が彼らには欠けてるんじゃないかと思うんですけど、
日本人はですね、その間を非常に大切にする、民族でして、海岸に限らずですね、例えば音楽で、脳の世界でも、間っていうのは西洋音楽でいう単なる休止符じゃないんですよね。そこには、音のない音があるんだという、一つの音として認識しているわけですけれども、その辺が、音楽に限らず、芸能でもですね、落語であろうが、漫才であろうが、話と話との間にある間っていうのを非常に大事にする。それ間が、ないと間抜けというふうに言われるわけですけど、それぐらいですね、間っていうのは非常に日本人にとっては大事なもの。で、それを金庫作品に、取り込んだのが可能なそうだと思います。他の人に真似されないこともあると思うんですけど、その当時の、金庫作家っていうのは、金属を振るために、タガネっていう、道具を使うわけですけど、タガネは自分で作るわけですね。もちろん、加納夏夫もタガネは自分で作ってて、人に真似されない彫り方をするために独特のタガネを作ってるわけですね。で、そのタガネを使わないと彫れない、独特の美しい片切り彫りがあるわけですけれども、金庫作品というのはですね、彫りそのもの、その彫った、彫り跡が非常に美しい、全体的なその作品としてももちろん美しいんですけど、彫りだけを見てもですね、非常に美しい、夏夫にしろ、海野性明にしろですね、上手い人の彫りっていうのは本当に彫りだけでも十分楽しめると思います。最近明治工芸を表現するのに超絶技巧っていう言葉がよく使われるようになってるんですけど、江戸時代にですね、各大名に雇われていた陶塑金工、刀の鍔と米の木を作る金工師たちがですね、各大名、平和な時代ですから、260年近くですね、戦がない間にどん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 刀の鍔とか目抜きが美術品化していくわけですね。各大名を競い合って、配下の、陶塑金工たちに他の藩よりもいいものを作れという、命令が下ってですね、みんなで切磋琢磨したことによって、日本は独特の金工の象嵌技術とか彫りの技術が、世界に類を見ないぐらい高度に進化していったわけですね。で、そういう超絶技巧といいますか、今の金工師の人たちには到底作れない非常に高度な技術を彼らは持ってるわけですね。で、そういうところをぜひ楽しんでいただきたいと思うんですけども、もちろんそれだけじゃなくてですね、箱物とか香炉とか工具とか、そういう立体作品に、立体的に絵画を描いていくっていうか、花鳥図だったり、山水図だったり、いろいろあるんですけども、絵画のように、表面、二次元の世界じゃなくてですね、三次元の世界で、絵を描くという、それと先ほど言いましたが、その彫りの美しさ、作家一人一人、彫った跡が違うわけですね。その彫りを見、その見てるだけ、彫った跡を見るだけでも非常に美しく感じるんですけど、そういうところをぜひ見ていただきたいと思います。並河彩色はですね、もともと京都の人ではないわけですね。並河彩色のそのお父さんである高岡黒左衛門っていうのは川越藩士なわけですね。で、今の埼玉県川越藩士なのに、京都に住んでいた。なぜかというと、川越藩がですね、将軍家からもらった土地が京都にあったわけですけども、
それをその管理する代官として、京都に派遣されていたわけですね。で、そこで、京都の川越屋敷、今の、お池通りの、柳の番場あたりにあったみたいですけど、まあ、そこで並河屋敷が生まれたわけです。まあ、並河家は まあ、後継ぎ、息子がいなかったためにですね、まあ、途絶えようとしていたんですけど、まあ、そこに安行がですね、養子に行くわけです。確か9歳の時だったと思うんですけども、それで、まあ、松鈴宮家の、まあ、松鈴宮のですね、身の回りの世話を、まあ、仰せつかってですね、まあ、9歳の時から、まあ、髭を剃ったり、髪の手入れをしたり、まあ、そういうところから始めたわけですけど、まあ、彼はですね、まあ、そういう宮家に、で働いたことによってですね、まあ、宮家にはいろいろ、立派な調度品もありますし、まあ、そういうものを身近に、接してですね、随分まあ、目も肥えたと思うんですね。さらに並河安行が七宝行を始めた時もですね、彼は、中原鉄線という、まあ、画家といいますか、を、雇ったわけですけども、中原鉄線をですね、まあ、お公家さんでして、まあ、多くのお公家さんは明治天皇について東京に行ったんですけど、まあ、中原家はですね、何か訳があって、東京には行かなかった。で、中原鉄線、まだ、10歳前後だったと思うんですけど、まあ、並河家に来てですね、それで、並河安行の作品の、まあ、デザインとか、まあ、下絵を担当するわけですけれども、そういう、まあ、お公家さんである、中原鉄線を雇って、で、彼に絵を描かせた、まあ、そういうところからですね、非常に並河安行の作品っていうのは、気品って言いますか、まあ、非常に他の七宝とは違う品格、風格が、まあ、感じられるわけですね。それは多分、今言いましたように、中原鉄線 によるものもありますでしょうし、彼が、働いてた、旭彦親王からの影響もあったんじゃないかというふうに思うわけです。まあ、並河安行はですね、実は釉薬の調合は全部自分でやってたんですね。で、釉薬がまず他の作家とは全然違う。非常に明るい、ブルーですとか、あるいはモスグリーンだとかですね。まあ、えんじ色とか、焦げ茶色とかですね。他の七宝作家にはない色をいろいろ、自ら作り出した。まあ、特に有名なのは、黒色透明釉ですけど、黒色透明釉よりもですね、もっともっと、いろんな、美しい色を作ってるわけです。で、彼の作品は、まあ、一目でわかるようになってまして、まあ、その色を見ただけでもですね、あ、これは何かの色だなということがすぐにわかる。で、まあ、並河安行はですね、ある尾張、七宝作家ですね、桃井英章だったと思うんですけど、桃井英章から釉薬の調合表をもらってるんですね。借金の方にそれをもらったというふうに、書かれてますけれども、その調合表に基づいてですね、彼は非常にまあ、そういうことが好きで、いろんなその色を、その調合表をもとにですね、作り出していくわけですね。で、まあ、そういう何か独特の美しい色が、まあ、並河七宝の一つの魅力でもあると思うんですけれども。
七宝作品っていうのはですね、江戸時代までの七宝と違って、その明治の七宝は非常に釉薬が、釉薬に透明感があるわけですね。で、これは、もちろん並河安行とか、あるいはその尾張の七宝工房たちが、開発したものではあるんですけども、ドイツ人のワグネルのその力も大きかったんじゃないかと思うんですね。それまでドロシッポと言われてた、濁り、非常に濁りがあって、透明感のない七宝がずっと使われていたわけですけれども、それが明治時代に入ると、非常に透明性のある、釉薬が使われるようになった。これはドイツ人科学者のワグネルも随分貢献したと思うんですけれども、その釉薬のその美しさですね。中国でも未だに七宝は作られてるんですけど、未だにその泥七宝を使ってる、なぜ透明釉薬を使わないのかよくわかりませんけど、日本の明治時代の七宝の美しさっていうのは一つはその透明感の強い釉薬だと思うんですね。それと非常に細密な食銑、中国では真鍮銑、未だに真鍮銑ですけど、日本の明治七宝は高級品は銀銑、あるいは金銑を使います。その辺がですね、非常に真鍮銑とは違う美しさがあると思うんですね、金銑とか銀銑には。で、何よりも非常に細密、緻密に直線していく、その直線のその美しさ。特に並河安行の場合はですね、単に直線するだけじゃなくて、その直線の太さを変えて、一つのその金とか銀の色として、色彩としてですね、絵の一部にしていってるわけですね。その辺が晩年と言いますか、明治30年代に入るとですね、並河安行はそういう単なるその仕切りの線だけじゃなく、としてだけでなくてですね、一つの色として、金線とか銀線をその絵の中に組み込んでいくということをやってるわけですね。その辺がぜひ見てもらいたいところだと思います。並河安行の作品はあまりにも値段が高いので、私も最初は買えなかったというか、他の作家と並河安行の作品の違いが分かるまでですね、その並河安行のその作品の値段っていうのは、一般的な七宝作家の20倍、30倍、100倍、200倍するわけです。で、あまりにも値段が違う、初心者には同じように、見えるわけですね。だから、並河安行の作品は、高くて、最初は全然買わなかったんですけれども、この違いが分かりだしてですね、それで、並河安行を、中心に買うようになったんですけれども、未だにそうですけど、並河安行の作品はめちゃくちゃ高いです。並河が生きていた明治時代、並河の高さ10センチぐらいの作品でですね、ロンドンの、秘書の、女性の、1年分の給料って言われてたんですね。今でもそれは変わらないと思うんですけど、小さな作品でも300万円、400万円するわけです。他の作家だったらですね、多分10万円とか それ以下ではないかと思うんですけど、それぐらいですね、並河安行の作品は昔から値段が高かった。並河安行が生きていた当時からですね、高かったらしいです。並河安行の作品は 非常に少ない。なぜかというと、並河工房は、わずか10人前後しか、
職人を雇ってなかった。何か最初はですね、どんどん売れるもんだから30人40人の職人使ってやってたんですけど、まあ何かと契約していた貿易会社がですね、粗悪品が多いということで、ナミカワと契約を、まあ、切ろうとしたわけですね。で、それに懲りてですね、ナミカワは、いいものしか作らないということを心に決めてですね。で、一旦全員クビにして、で、一から始めたわけですけど、まあ、その時、まあ、職人は、10人前後ですね。明治、多分、明治15年ぐらいじゃないかと思うんですけど、それまで30人、40人いた、職人をですね、10人まで減らして、で、いいものしか作らなくなった。七宝って非常に細密な線を張るので、で、しかも細密な線を張った、枠の中にですね、七宝をこう、7回、8回、入れては、窯で焼く作業を繰り返すわけですから、一つの作品作るのにものすごい時間かかるわけですね。まあ、作品が細密であればあるほどですね。ですから、波川工房で、作られた作品っていうのはそんなにたくさんないんですね。他の尾張の七宝なんて、そんな数十人とか、百数十人の職人、職人使ってやってたと思うんですけど、波川ところは、本当に10人前後の、小さな工房でやってたんで、作品点数が圧倒的に少ないわけです。海外のオークションで買うことが多かったんですけど、やっぱ有名なコレクターが、いるわけですね。まあ、世界的に有名な、ハリリっていう、もともとイラン人ですけど、ロンドンに住んで、今、イギリス国籍になってるんじゃないかと思いますけども、ハリリとかですね、あるいは、ネット・ジョンソンって言って、フィデリティ証券とか、フィデリティバンクのオーナー、今、名誉会長になってると思うんですけど、それこそ、何兆円か持ってる、全米で、10番以内の大金持ちの一人ですけど、そのネット・ジョンソンなんかと、よく、オークションでぶつかるんですよね。私は勝てるわけないんですけど、そのネット・ジョンソンが出てくるまではですね、イギリスのハリリーと競り合ったりですね。なかなかいいものが手に入らない。とか、オックスフォード大学のアシュモリアミュージアムのドクター・インピーとかですね。ドクター・インピー、有名な人ですけど、日本美術の、研究者としてですね。ハリリの本も、書いてますけど、ドクター・インピーはもう亡くなりましたけど、ドクター・インピーも、オークションの会場に出てきてですね。加納夏夫なんか、張り合ってですね。オックスフォード大学はそんなに資金がないから 私は勝つことも多かったですけど。やはり明治時代にたくさんの作品が作られたわけですけど、大半はですね、貿易用の、あんまり美術品として評価できないようなものが多かったと思うんですね。それで、そのためにですね、明治工芸ってのは随分、
その長い間日の目を見なかったと思うんですね。日本の、国立近代美術館にも 国立博物館の方にもですね、明治工芸はあまりないんですね。どちらをやってもいいことになってるんですけど、博物館は明治以前、近代美術館は明治以降をやることになってるのに、博物館は江戸以前をやろうとするし、近代美術館の方ですね、戦後、第二次世界大戦以降をやろうとする。明治大正期ってのがぽっかり空いてるわけですね。誰も研究しない。そういう時代が長いこと続いたわけですけれども、でも、明治時代に、国内向けに作られた、特に低出自芸の人たち、狩野なつおなんか、特にそうですけど、もちろん並河安行も、低出自芸ですけれども、こういう人たちが作った、国内向けに明治天皇とか、あるいは皇室の方々、あるいは海外から来られた大統領とか国王クラスに差し上げられる、作品ですね。これは本当に品格があって美しくて、みやびやかな作品が多かったと思うんですね。そういう作品ってのはそんなにたくさん残ってない。そう簡単に新たに買おうと思っても買えるものではないと思います。